ちょっと久しぶりのおうち配信。今日誕生日、トリさんさん、おめでとう。誕生日おめでとうございます。素敵な一年にしましょう。おめでとう。おうち配信落ち着きますね。落ち着く。落ち着きますね。今日はソロコンのレッスンがあって、ソロコンのレッスンでした。時レッスンの日でしたね。そう、ね、もうすぐ1週間ぐらい、1週間ちょい後だから、もう本当あっという間ですね。楽しみだ。今日コンタクトつけとるけんね、レッスンだったけん見える、遠くても。皆さんぜひ見てくださいね。今瀬取りを予想してる。予想してみて。そう、いつか予想してみてください。楽しみ。一曲目はおばあちゃん、わかんないですよ。おばあちゃんじゃないかも。変化球すぎん。いや、嘘です、おばあちゃんです。おばあちゃんです。一曲目は、今日は絶対ライブとか公演とかはおばあちゃんから始まってこそだと思ってるので。そう、絶対おばあちゃん。おばあちゃん高まる、めっちゃ。なんかさ、あのゴーゴーリトルシーバーズ公演をさせていただいてるときは、
おばあちゃんじゃなくて、あの波の音みたいなのが聞こえてたんでしょ。だからその期間全然おばあちゃんを聞いてなくて、でめっちゃ久しぶりになんかの大好きな人のリリーベで、あの外とかのイベントの時に本当に久しぶりにおばあちゃんを聞いた時に、なんかすごいなんかね、すごい始まるぜってなる、おーってなります。すごいコメント欄が止まった、あ、動いた。そうそうなのです。一瞬止まってた。あ、ね、うん、あ、あんな人も蝶の動いてるのが止まったってことか。あー、なんかさ、たまにコメント欄さ、ちょこっと止まるときあるんですよ。そういうときってファンの方側も私が止まってるんですね。肝心な音が聞こえなかった。嘘、何言ってたっけ。とりあえずおばあちゃんがすごい好きってことです。チョウちゃんが固まったのか、ただコメント見てるかわからんかった。え、チョウもなんかコメント欄がなんかアプリ的に固まってるのか、本当にコメントが何も来てなくて止まってるのか。いつも分かんなくて、でもこんなにコメント欄が止まることはないから、多分なんかバグってるのかなって思います。そうなったら、そう、今日は9時まで配信します。うん、そう、最近忙しそうですね。そう、ありがたいことに最近というか最近明日からも当分は毎日何かしらお仕事があります。ありがたい。そう、でも明日は2つお仕事があるんですけど、両方お家でできるやつで、イモス テレビの企画と、あともう一個あります。そう、テレワークアイドル。そう、箱の中身は何だろうなってやつ、昨日箱もらって今家にあります。なんか明日妹テレビでやるやつは
なんか箱の中身はなんだろうなみたいな、なんかファンの方が奇跡を起こすみたいなやつなんですけど、私も何も知らなくて、でもとりあえず箱はもらいました。箱とパソコンと Wi-Fi もらった、借りたそう、そう、もし明日参加してくださる方がいらっしゃったら、この中によろしくお願いします。そう、昨日夜中まで何してたん？そう、昨日は本当に何してたっけ？昨日そう、なんか気づいたら3時ぐらいになってて、寝るのが、でも昨日もなんか疲れ果てちゃって、家着いたらで、ちょっとゴロゴロしてたんですよ多分。ストレッチとかして、でその後30分ぐらい寝転がってて、でお風呂入って、お風呂出て、いろいろして歯磨きとかマッサージとか。でもなんで3時になったんだろう、わかんないし、なんで今日ね、今日8時半ぐらいに起きたんですよ。今日はもう何、もうレッスンがあるから、一生は寝れないけど、11時半に一応アラームをかけてたんですよ今日。もう本当にもう疲れたってなってたから、昨日はめっちゃ寝れるだろうなと思って11時半にアラームセットしてたんですけど、もう8時半に起きてびっくりしました。そう、なんか今週1週間ぐらいほとんど早起きの日で、だけどね、早起きのあんまね習慣がついた気がする。そう、でも今日は毎日の8時間ぐらい寝たいというか、8時間睡眠を目標ぐらいにしてるから、そう少なかったです今日は。そう、今日はいつも通り寝ます。多分1時ぐらいに寝ると思う。
じゃあ9時起きか。そうですね、明日は9時に起きて、で、うん、いい感じ、いい感じだし、夜中に一回も起きないんですか？うん、基本はもう起きないかも。うん、起きないですね。たまに起きちゃうこともあるけど、でも最近あんまり夢見んくなりました。やっぱり一時期すっごい寝てた時期は結構夢を一日になんか 2,3 本、なんかすごいサザエさんのなんか豪華3本立てみたいな、3本立てじゃないですか。そんな感じですごいなんか一日3本ぐらいいろんな夢見てたんですけど、最近は覚えてないか1個軽くほんのちょっと覚えてるぐらい。でも多分一昨日昨日見た夢がちょっとなんか怖い系だったんですよね。でもなんか悪夢というかなんか怖い系の夢とかってなんか基本夢占いしたらいい結果だから、悪い夢、自分的になんかわーって夢を見た時は朝起きたらじゃあいいことがあるんかもって思うから、そう嬉しい。そう、でも嬉しい夢とかを見てもあの寝てる間も幸せだから嬉しいってなるから結論どんな夢見ても嬉しいです。ポジティブ、うん、でもなんか自分ってポジティブだってなんか最近思います。ちょこちょこなんか感じ。なにこれ。なに。すごい。初めて見た。ヤスイエさん。宇宙 UFO のクマと。これ何？コナンのタワーにしよう。コナンのクマ。父の日？あ、お父さんグマってこと？あ、コナンかと思った。父の日か。ヤスイエさん。UFO ってなってるっけ？あ、UFO だっけ？UFO のクマと、お父さんクマ、ありがとうございます。ありがとうございます。イエイ、ありがとう。
ルトゥトゥトゥルトゥ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 ル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 トゥUFO 見たことあります？え、なんかね、一回ある気がする。一回あります。でもどういう状況だったか本当に覚えてないんですけど、メンバーと見た。メンバーと見て、誰と見たっけ、本当に覚えてない。メンバーと見た、お仕事の時。え、本当に誰だっけ、全く覚えてないけど誰だと見ました。え、全然覚えてないけど見た気がする。本当に本当に見たと思う。なんかお仕事の時に結構外でいろんなメンバーがおる中で、あ、思い出した、思い出した、思い出した。あれだ、花火大会の時、STU の船で会ったファンの方と見る花火大会の時あったじゃないですか。あの時に夜の、私は船の上から見るメンバーだったんですよ。で、なんか多分花火が始まる前の普通にお話し会みたいなお話をしてた時に、なんかなんだっけ、え、ちょっと待って、あれってみたいになって、でもう一人誰かも見とったんですよ。で二人でうわーってなってでもファンの人も他のメンバーも見てなかったから、でもその時言いました、その花火の時に、今 UFO がって言ったでも本当に UFO って思いました、あの時は。誰だったっけ、のメンバーと。いないかな、その時の船で花火を見ていらっしゃったファンの方。その場にいたけどわからんかった。私言ってましたよね、多分そういうこと。私と誰かのメンバー言ってましたよね、見えたみたいな何かどんなのだったかも覚えてないし、すごい記憶がめっちゃ曖昧だけど、その時はすごいこれが UFO かって思った気がする。うん、信じた、え、信じて、ほんと信じて信じて、この嘘つかんわ、うん、そう、宇宙人は信じますか？え、信じます、結構何でも信じますそう、お化けもいると思うし、うん、宇宙人もいると思う。
お化けより宇宙人の方が可能性ある。嘘。え、じゃあお化けの方が可能性あると思ってる。お化け、お化けはいますよお化けはいますよ。そう、そうね、霊感はないと思うんですけど、え、まだなんかちょっと不思議な体験をしたことあるんですよ。不思議な体験というか、なんかちょダンス習ってて、 ST に入る前に、でそのダンススクールのダンスを習うスタジオがなんかあそことあそこ、あのスタジオとあのスタジオはお化けがいるみたいな有名な場所というか階段とかそういうとこがあるんですよ。でなんかそのスタジオでレッスンしてる時になんかわかんないけどすごいやばいってなって、なんかやばいっていうかなんてなんもう覚えてないんですけど何年も前すぎて。でもなんかそこでレッスン中に無理だってなって泣いたことありますそう2回ぐらいある。でもなんか見えたこととかはないんですよ。そう、あとなんかそれはジョーはおらんかったんですけど、そのダンスの友達がなんか普通に動画撮りよってなんか映ってたっていうのを聞いたことある。あ、みちに聞いたんかも。だからみちが霊感はありますよね。あるというかなんかの番組で、あ、渋谷ノートで、そのトークの時にみちゅ言ってましたよね。あのメンバーとかが普通によく行く場所でお化け見たことあるって言ってた。そう、みんなキャーってなりましたその時あ、久しぶりに思い出しちゃったその話。え、怖い。よく行く場所だからメンバーも普通に。うん、夏やね。そうですね、じゃあ夏毎年1回はなんかそういうこういう系の配信してるんですよお化けみたいな配信。遠征のホテルもなんかあった。遠征のホテルはうん、でもなんか決定的なやばいやつとかはないですけど、あ、あるある決定的というか、なんか地方じゃないけど他のメンバーの部屋であった心霊現象みたいなは聞いたことある。結構うん、3回ぐらい、ん？
ここは絶対お化けいるだろうなっていうホテルは3回4回5回ぐらいなんかここやばそうって思ったことあります。配信中に怖くて泣いたことなかったっけ？あったっけ？あったっけ？覚えてないや。ありましたっけ？2年前の1月あたりに、あら、でも本当に今考えたらなんかすごい自分でも可愛いなと思うんですけど、お風呂に一人で入るのが本当に怖くて、そうメンバーにお風呂の前でいてもらったこととかあります。そう今はもう全然余裕なんですけどそう、そんな可愛らしい時がありました。誰が犠牲になったの？え？みなみとかトロちゃんとかみちとかあふーちゃんとかあココアとかいっぱいいる。そう、金縛り、金縛りは一回だけなんかあこれが金縛りかって思ったことあります。え、どこだったっけ、でもここで寝てた時の気がする。この部屋で確か、あれ違うっけ、ホテルだったっけ。そう、でもその悲しみは全然なんか怖い感じじゃなくてね、なんか疲れてると慣れって言いますよね。じゃあそんな、なんかやばーとはなんなかったけど、うん、そう、でもお母さんも一回だけこのお部屋で金縛りになったことあるって言ってた。でも悲しみ良くなる人とかいますよね。いやでもいないと思う本当に、うん、いないと思う。
その1回ですね。一人部屋の時怖くないの？なんか全然怖くないところは全然怖くないし、怖いと思うところは怖いです。そう、でもなんか昔よく泊まってたホテルとかでもなんか怖いっていうメンバーが多すぎて泊まらなくなったホテルとか何個かあります。そう、だからみんなが言うからもう普通に怖いホテルだったんだと思う。そう、そう、でも最近はそんな怖いホテルとか泊まってないですね。初期、てか最近はホテルに泊まってないので全くなんかそう覚えてない。そう、UFO の話からお化けの話の配信ね、なんかあれですね、こういうの SF？ SF っていうっけ、 SF は UFO だけ、ミステリー、わかんない、合ってるか。でもこういう話ちょっと好きです。ねえ、夏って感じしますね。でも中学生の時にめっちゃブームだったんですよ、夏。中3の夏にホラーブームが来て、そう、それまで世にも奇妙な物語でさえももう絶対に見ない人だったんですよそう、なんか怖いのとか絶対見ない人だったんですけど、でもなんか友達とノリで貞子 VS かや子の映画を見に行って、でめっちゃ怖かったんですけど、そっからその仲いい親友と行ったんですよ。その親友と
いろんな怖いの見るようになって、本コアとかも見たりお泊まりとかして、そう、その中3の夏だけはめっちゃハマりました、ホラーに。でも今は世にも奇妙も見れないです戻った謎なの、中3の時だけすごいいけるようになった。握手会で怖い話したいな。え、したーい、したーい。うん、握手会で怖い話、絶対途中で話されちゃいそうじゃないですかだってさ、怖い話って話すときめっちゃゆっくりになるじゃないですか。これは去年の夏のこと、お時間でーすって感じそう、でもこういう話とかしたら楽しそう。そう、1日かけて1部から6部までの間でやっていく握手会したい、本当に握手会したすぎる。会って話したい。話せるようになるのが楽しみですね。私髪サラサラだ握手会でどんな話したい？なんか話せてなかったこと全部話したい。1月からだから、ほんとソロコンとかからもう話せてないし、ソロ公演もこれから始まるし、そうね、いっぱい話したいことある。何してたかも聞きたいし、元気にしてたとか話したいし、なんか特別なことじゃなくて日常的なこととかもいっぱい話したいし、そう、いっぱいある話したいこと。にっくり笑い。
話せるのが楽しみすぎる。ねえ、肉眼でちょうちゃん見たい。本当ですね。でも肉眼で見れるのはね、あのドライブインライブで肉眼で見ていただけるので。でもなんかそう考えたら一歩前進した感じがしますよね。なんか車の中からだとしても、まずライブができるってことが大きな一歩ですよね。ね、ソロ公演も最初はあの配信限定で始まりますけどね、絶対ファンの方のいる会場でできるようになるまで絶対やりたいし、何回もやりたいので。そう、インスタ見て、お、ありがとうございます。そう、載せました、インスタ。皆さん見てください。どうやら睡魔が訪れてきたようです。でもそうだよね、だって5時間
半だもん寝たの。なんであんな早く起きちゃったの。もう二度寝すればよかった。でもなんかこれはなんかすごいパッて目が覚めたんですよね。これはもう二度寝できないわって感じの寝起きだったんです。いやでもそれでも二度寝しようと努力すればよかったし、今日めっちゃ踊ったんですよ。もういっぱい頑張ったから、うん、今日はいっぱい寝られると思う。そう、嬉しい。なんか毎日予定があるの嬉しい。そう、自粛期間中は毎日マネージャーさんから「お疲れ様です、明日の予定はありません」って連絡が来てたから。そう、でも最近は毎日何かしらの予定が来るから嬉しいなって思う。僕はずっと休みがいいです。え、なんか千葉もなんか何なんかアイドルになる前はすごいなんか学校が卒業したら何になるんだろうって思ってて、アイドル目指してたんですけど、もしアイドルになれなかったら千代はもうずっと家にいる人になりたいなって思ってたんですよ。ずっと家にいる人になりたいなって思ってたんですけど、でもなんかもう自粛期間にずっと家にいて千代は向いてないと思いました。千代はねえ、ずっと家にいるのダメですね。じゃあ、そう、ハートタワー。おお、ゆうたさん、ハートタワーありがとうございます。ハートタワーありがとうございます。ハートだぜ、ありがとう。ハートっていろんな種類できるからすごいよね。今日両耳だし、そう、さっき今さっきしました。さっきまで片耳だったけど、なんか最近両耳だしすることちょっと増えた。夏はなんか両耳だししたくなる。暑いからね。
両耳出し結構好きなの。本当に両耳出し超本当はあんましないでしょうね、公演とか。なんかねじりハーフツインとかしてる時ってちょっと両耳出し感あるくないですか、両耳が出てるから。耳の形好き。やったー、耳。うん、ということで、じゃあそろそろお礼をしていきたいと思います。20位エリオルマルさん、19位ザッキーさん、18位ユピソーさん、17位ジムジムさん、16位ユージローマルさん、15位ゾニゾニさん、14位ヨシマルさん、13位マイライフさん、12位モックンさん、11位キタエさん、10位ポリゴンさん、9位おやすみんとーさん、8位おいでます元気さん、7位パフィンさん、ラッキーセブン、6位デンクガイさん、5位マサヒロさん、4位おっ変わった。じゃあ5位の方まで読んでいきます。ザッキーさん、ユピソーさん、大木奈々さん、ジムジムさん、ユーシロマルさん、ゾニゾニさん、ヨシマルさん、マイライフさん、モックンさん、キタイさん、ポリゴンさん、アヤスミントーさん、ウィルマセ元気さん、パフィンさん、電化会さん、ユキさん、ありがとうございます。4位マサヒロさん、3位クラネコさん、3位ユータさん、2このハートタワーもありがとうございました。2そしてそして第1位は、よす、いえさん、イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。に、この UFO のクマとお父さんグマもありがとうございました。嬉しい、こんなのがあったんだね、面白いね。皆さん、今日も見に来てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、明日はうーん、何時だろう、またタイムテーブル入れておきます。じゃあ数えます。あ、うん、明日は9時半かな。なんか妹のやつが9時に終わる予定なんですけど、そう、でもそれでもし押しちゃってたりしたら、まあ押さないか分かんないですけど、9時半、一応9時半って入れておきます。じゃあ数えます。3、2、1、バイバーイ、ありがとうございました、また明日ね。